私はまだ19歳の時始めたロックのイベント10代暴動ナイト、あれ回ってない、10代暴動ナイト、大好きなバンド、好奇心をそそるバンドを集めて活動してきた10代暴動ナイト、そんな10代暴動ナイト、2年前にライブの映像を収録した DVD を作りました。10代暴動ナイト DVD 化して全国で発売いたしました。その半年後、レシーバーズコンポネント西の方に遠征するたびに、少年が最前列でこんな僕らみたいなバンドの歌をこぶし上げながらすげえ歌ってるやつがいて、なんかいつも心強いなと思ってて、で1年経ってすげえ来るたびに話すようになって、でいつか金沢来てくださいよって言ったんで、じゃあ金沢呼んでくださいって言ったら、今日こうやって金沢えライブできることができました太陽の10代暴動ナイト太陽のおならって今日ついてますけど、太陽のおならの横見たらちゃんとボリューム1って書いてあるんで、これはただ僕らが来るからってやってくれたんじゃなくて、これからまだ続けてくるっていう大西君の気持ちだと思うんで、ボリューム2、3、4と今日のバンドに好奇心そそられた人はどんどん遊びに行って、どん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 自分のお気に入りのバンドを増やしていってください。じゃあそんなレシーバーズコンポネント、言葉ではなく音楽でありがとうを表現したいと思います。じゃあ次で聴いてください。
日受付でケンロックセッション見ましたって言いました。残念ですね。レシーバーズスポットから僕とノックのエベリアンとボーカルのタカコちゃんと藤六かっこかりのボーカルの藤原くんの3人で昨日ですね FM 石川の大人気ロック番組ケンロックステーションに出演してきましたよ。面白かったですね。なんかもう一組ゲストが出るつてで僕はちょっと入り近いより帰って行ったらブースの鏡のブースの前が道になっててそこにギャルが4人ぐらいいたんですよ。おい今日のゲスト大物だなと思って話しかけたんですよ。今日誰が出るか知らなかったんですいません誰のファンですかって言ったらえって言ったんでまあおかしいなと思ったら向こうからあお待たせって言ってて待ち合わせをしてただけだったんでねさあこんな小話を話しつつもレシーバーズポットメイト金沢呼んでくださってありがとうございます。6月にレシーバー温泉という新しいアルバムが出て今日持ってきてます。それと T シャツも新しいの作りました。よかったですね。なんか金沢は来れないんでこれらの思い出の品をですねお土産に、僕らのところ待っててください。出るよってなってそれも楽しみに、あと金沢のタワーレコードにですね僕らの CD がなかなか入らないというですね苦情がたくさん来ております。今日営業に行ってきました。金沢のタワーレコードインディー担当の方にパッと名前見てあインディー担当の方がいたと思って話しかけようと思ったんですね。別の業者さんがですね、営業中でございました。ずっとねやっといていやもうねイニシャルさばけないやつはねもうねできるだけ絞って絞るようにしてるんでって言われたんでね怖くて営業できませんでしたのでね変わり方変わらないですね。ちゃんと予約して買ってもらえばレシーバーズコメント局地的に人気なんじゃないかとバイスも勘違いしてコーナー作ってくれるかもしれませんので、よろしくお願いします。じゃあね、あとちょっとだけども最後まで楽しんでください。ダンスタイム始めます。
ったんで、その太陽のこいたおならがまた今度何かになると思うんで、なんか今日感じたものを持って帰ってもらったら嬉しいなと思います。とりあえず今夜金沢でレシーバーズポンポンヘッドっていうバンドがライブしたってことをみんな忘れないでくれよ。やるにつれて主催の大西くんに今回のセットリストを考えてくれてたんですよ。オーガナイザーに呼んでくれたんでセットリストを考えてもらうのが一番こう愛のあるセットリストになるかなと思って、それでやろうって決めてメール送ってもらったんですけど、すごいですね。もうなんか曲が15曲ぐらいあって15曲ぐらいあって、なんとかかんとかかんとか MC なんとかなんとかなんとかなのに新曲って書いてあってなんとかかんとかかんとかかんとか新曲って言ってそんなね新曲が僕らなかったんでね、次必ずですね太陽のならボリューム何本になるか分かりませんが、また金沢に来た時はそのセットリスト通りできるよう新曲必ず2曲作ってきますので今日は勘弁してくださいね。金沢はなかなか来れなくて、すごく俺は寂しいんだけども、来ると本当に毎回大好きで、今度プライベートで来ます。一緒にカメラ行きます。俺本当好き金沢。どうもありがとう。最後、わーって曲やります。UFO って曲やります。うるさい。さっきそこの商品がいたら、なんか服屋の看板にスタイルは多数決じゃないって書いてあったの。なんかちょっとムカつくけど、音楽も多数決じゃないと思うんですよね。やっぱ美大に行ったりするやつとか、今日ここに集まるやつは多数決って言うと負けると思うんですよ。でもね、好きなものを好きって言える気持ちを僕は肯定したい。そんな音楽を最後に1曲やって終わりたいと思います。 OK? じゃあ